こんにちは。今回はですね、トレード初心者の人が真っ先にインストールすべき勝ち組マインドについて話をしていきます。トレードで、まあ、勝ち続ける、ために、これはね絶対知っておいた方がいいという話があるんですけど、それが何かっていうと、パレートの法則と呼ばれるものですよね。パレートの法則、パレートさんって人がいるんですけどね。で、これは別名ですね、28の法則とか、あとは、働きアリの法則とも呼ばれたりします。これね、何を意味しているかって非常にシンプルで、全体の8割というものは2割が作り出してますよっていうのが、まあ、パレートの、まあ、法則だったりするわけですよね。例えばその働きアリも8割のアリのうちガチで働いているのは2割だけですよ。その2割が8割の繁栄を作ってるんですみたいなね、言い方がされたりとか。だから実際働いてるアリは2割しかいません。残りは何をしているんでしょうかと、遊んでるんでしょうかみたいな、そういう話が会社組織とかでも同じですよねみたいなことがよく言われたりします。会社の利益の8割はその社員の2割が生み出している、残りの8割っていうのはまあ実は適当に遊んで生活してるみたいなとこまでは言わないですけども、2割がやっぱりそれを生み出してるんですよみたいなね、話がよくされるわけですよね。で、じゃあこのパレートの法則、28の法則っていうものを、じゃあトレードに置き換えたらどうなるのかっていうと、まあ、そのまんまですよね。トレードの収益ですね、トータルプラスを出していくわけですけども、そのトータルプラスになった収益の8割、ほぼほぼ8割かもうほぼ全てと言ってもいいと思うんですけど、個人的には2割の、トレードが生み出しているということなんですよね。でここからお伝えしたいのは、そのトレードでトータルプラスを出す、勝ち続けるってなった時の世間一般的な、まだトレードをやってない人、もしくはやり始めたばっかり人のイメージと現実的な話っていうのをまずはしたいと思います。でまずですよね、そのトータルプラス、勝ち続けるってなった時に多くの人はどういうふうに思ってしまうかっていうと、まあ、トレードっていうのは、例えばじゃあ100万稼ぎたいんだったら、よしじゃあ20営業日あると、土日はマーケット閉まってるから、営業日で考えたら20日あるってなったら、100万稼ぐんだったら1日5万円の利益を出したらいけるよねっていうふうに均等に配分していこうとするんですよ。均等にね、1日5万円積み上げてたら1ヶ月で100万だよねみたいな。でもね、実際やってみたら分かるんですけど、そううまくはいかないですね。そんなきっちりきっちり毎日毎日5万円はね、稼げないです。時には10万円いく日もあるかもしれないですよ。でも逆にマイナス10万円になる日もあるかもしれない。それはもう確率論の世界なので、絶対 100% 勝ち続けるなんて保証はどこにもないし、無理ですよね。僕はそういうトレードは見たことないです。勝率 100% みたいな人は。 99% はあります。でもですね、その人どうなったか、 99% の勝率を出したんですけど、残りの 1% で全てを失いました。その人はオプショントレーダーでしたね。マーケットがね暴落して、でそれまで持ってたオプションの売りポジションが全部全滅、莫大な損失ですよね。それまでコツコツ貯めてきた利益全て吹っ飛ばしてマイナスです。もうあれはね、悲惨でしたよねっていうふうに。大事なのは勝率ではないんですよね。でそのトータルの収益を生み出しているのは最終的には2割のトレードなんですよ。それ以外はブレイクイーブンで撤退したりとか、狙った方向にそんなにいかなかったりとか、微妙に損切りになったりとかして、そんなにハマってるトレードにはなってないんですよ、残りは。でもその残り2割のトレードで大きな流れを捉えて、そこでそれまでのちっちゃい損切りをカバーして余りある利益が入ってくる、そしてトータルプラスになるっていうことなんですよね。でもですね、その逆の考えを持ってる人、トレードっていうのは毎回毎回コツ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 やってて、毎回利益を出していくことが大事なんだみたいな発想になってしまうと、どうなるかっていうと、とにかく余計なエントリーをしようとするんですよ。エントリーチャンスではないところで無理やりエントリーチャンスを探し始めるんですね。なので5分足とか1分足にすごいこだわるんですね、そういうトレーダーはね。でこういったノイズみたいな動きを必死に取ろうとする。で、あ、5分足で、あ、ここブレイクしたと思って飛び乗ったらビーンっていったりとかね、こういうのね、騙されまくって消耗しまくるんです。ここでエネルギーをどん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 消耗していって、コップの水がどんどん空になっていくんですよね。で空になりきったところで、もう本命の大きな流れが来るんだけど、その時にはもうエネルギーがないから、その流れに乗れなくなってるんですよ。物理的な資金も減ってるし、気持ちでも弱気になってるから、そこに
確信を持てない、弱気になってる、なんかね迷うんですよ。あで、あちょ次もダメなんじゃないかなと思ったら大体その流れが本命なんですね、不思議なことにね、はい。というふうにですね、ここぞというその残り2割の利益を生み出すタイミングで乗れなくなっていくっていうことになります、はい。なので何が大事かっていうと、8割のどうでもいいトレードをなるべく捨てるってことなんですよ。捨てるっていうのは当然やらないっていうことも含む、余計なことはしないっていうこともあるんですけど、同時に大体の場合流れを捉えられるのってその一発は無理なんですよね。2回目3回目トライしてようやく大きな流れを捉えるか、よほど待って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 ここっていうところで入っていってようやく捉えれるとか、ものすごい遠いところで待ってそこまで飛んでくるのを待ってキャッチするとかね、差し値でもうここまでは来ないだろうっていうところのギリギリまで差し値で待っといてピーンって飛んできたやつを捉えるとかだったら別ですなんですけど、そうではなくね、余計なところでどんどん売買してトレードして無駄に自分のエネルギーを削いでいってしまう、消耗していってしまうということなんですよね。なのでまあ余計なことをしないっていうことと、あとはやっぱりね、損切りっていうものを軌道修正だといかに思えるかなんですよ。本命の動きを捉えるための軌道修正なんだっていうことですよね。そういうふうに捉えるっていうことがすごい重要になってきます。そしてそれをね、決めるっていうことなんですよ。そういうふうに決めてからやるっていうことが大事。自分は本命の動きを捉えるんだと、本命の流れを捉えるんだっていうふうに決めてからやることによって余計なことをしにくくなっていくっていうことですよね。でこういう話をすると、いやでもそうは言われてもなかなかそう思えないんですよって言われることは結構あるんですよ、まあ、確かにねその気持ちは分かるんですけども、でもなんでそういうふうに思えないのかっていうと、それがちょっと前の動画で話をした時間とお金の交換っていうパラダイムにいるとそれがなかなか腑に落ちないんですよね。時間とお金の交換というパラダイムは何かというと、自分がじゃあ1時間働いたらその分の時給をもらえるのが当たり前っていう感覚ですよね。それは世間一般だったら当たり前だと思います。でもトレードの世界ではその常識は通用しないんですよ。例えば5回トレードしたらそのうちこれぐらいの収益を出したい、これぐらいの勝率を出したいよねって自分が思ったとしても、そうなるとは限らない。5回連続損切りになることもある、そして6回目でいい流れに乗れることもあるわけですよ。っていうふうに固定化できるものではないんですよね。これだけやったらこれだけ見返りがあるっていう世界ではない、その常識が通用しないんですけど、それをトレードに持ち込むとなかなか損切りというものを軌道修正として捉えられない、余計なことをしてしまう、毎回のトレードで勝とうとしてしまう、どうでもいいところでエントリーポイントを無理やり探して入ろうとしてしまうってことになってしまうわけですよね。じゃあ何が必要かっていうと、そのパラダイムを超えたところでトレードをやる必要があるんですよ。時間とお金の交換のパラダイムを超えていくっていうことですよね。つまりお金と時間の間には何の因果関係もないっていうことですよね。これだけ時間をかけたら、これだけやったらこれだけの見返りリターンがあるっていう因果関係は一切ないっていうふうに思えるかどうかなんですよ。でそれよりも大事になってくるのは、いかにその大きな循環をイメージできるか、エネルギーのその循環っていうのをトレードでもイメージできるかがめっちゃ大事だし、多分これからそういったトレード理論っていうのがもう普通になってくると思うんですよね。その物理的なやり方ってもう出尽くしてるから、これからはそのスキルとか目に見えるテクニックのところよりも裏側の目に見えないところをカバーするようなトレード理論とか絶対もっと出てくると思ってるんですよ。そしてその一番代表格が僕がずっと言ってるエネルギーっていう考え方ですね。エネルギーとして見た時に目に見えないところまで意識が向くから、だからその時間とお金の交換というパラダイムを超える発想ができるようになっていくっていうことなんですよね。なので例えば損切りにしても、それはより大きな流れを捉えるための準備期間なんだと、軌道修正なんだというふうに自然に思えるようになってくるし、エネルギーをね無駄遣いしないっていうふうな発想になったら、それが優先順位の上に来たら余計なトレードとか自然としなくなっていくんですよ。もったいないから、それでエネルギー消耗するの分かってるからですよね。あと仮に目先損切りが続いたとしても、どこかで大きな流れが来る、それまではコップに水を溜めていく期間なんだっていうふうに思えたら、その大きなチャンスを捉えれるし、スイングももっとできるようになるし、待てるんですね。とにかくチャンスが来るまで待てるようになっていく。
というふうに思えるかどうかですよね。ということでですよね、そのためのトレード戦略っていうのはもう僕がずっと毎回の動画でお勧めしている逆張りからのトレンドフォローです。これはメルマガ登録するとプレゼント動画で詳しい解説動画を送りますので、ぜひそれを見てほしいんですけども、これをちゃんと繰り返し実践していったら今日話したようなトレードっていうのはできるようになっていきますと同時に、そのエネルギーの概念をしっかり取り込んで、その軌道修正っていう損切りと、そして大きな流れが来た時にそこに乗っかるエネルギーを貯めるという感覚、その両方を合わせた時に多分ですね、今ぶつかってる壁っていうのは絶対超えれるはずなんですよ。トレードでトータルプラスっていうのが絶対現実的に見えてくると思いますし、かつトレードだけじゃなくてですね、トレード以外のその毎日ももっともっと充実していくような、そういうライフスタイルっていうのが送れるようになっていくはずです。なのでぜひですね、やってみてほしいなと思います。ということでですね、チャンネル登録と高評価の方をぜひまたお願いします。ベルマークの方もぜひオンにしてみてください。でメルマガですね、この辺から登録できますので、そっちで逆張りからのトレンドフォローのですね動画をぜひ見ていただいて、メルマガの方では動画ではですね、話しきれないトレード上達の極意から、国際情勢の話から、世の中の流れをどう読んでいくのか、どうやって地頭を良くしていくのか、どうやってチャートを読んでいくのか、いろんなですね話をまたしてますので、ぜひ読んでみてもらえたらと思います。